の奈良目にあるワイヤーに来ました。結構甘みがあります。200円、生イカ600円、ミックスラー油、サバメリ、メキコテシシャモ、エビ、牡蠣があります。早速焼いていきたいと思います。こんな形でやります。早速焼いております。焼きおにぎりとイイダコ、ゲソ、焼き鳥、いい感じで最後に焼けてきました。あ、こんにちは。焼けてます。ホタテいきますよ。常磐道、浪江、大熊町あたりを走っています。いよいよ福市が、近づいているところです。現在のモニタリングポスト放射能は 0.5 マイクロシーベルトパーアワーぐらいです。この先現在でも帰宅困難地域に入ります。1.8 マイクロシーベルトアワーに変わりました。モニタリングポストの数字が下がりました。 0.4 マイクロシーベルトアワーです。豚バラが来ました。キャンジャが来ました。かわいい感じです。南相馬のサービスエリアに来ました。馬追いが有名みたいで、すごいリアルな、馬の図があったりします。飛び梅に来ました。滝小屋の飛び梅というところに来ました。石巻3年ものの柿が来ました。レモンかポン酢で食べろと生柿が5つも来ました。ちぐみです。大使のかき氷に行ってます。関連物の物語です。今日のレモン茶色は閉めて走行してください。ガス注意、駐停車禁止、浄土平のあたりです。硫黄のガスが上がってるのかな。火山があるからかもしれません。火山性ガス注意、一酸化炭素中毒になるのかな。あ、すごい、ガスの計測計があります。火山性有毒ガス発生中、駐停車禁止。すごい景色だ。あ、本当だ、ちょっと硫黄臭いかもしれない。まだ開けない。焼肉屋さんに来ました。温泉のそばの焼肉屋さんです。最高です。焼肉も何分の焼肉開けました。ロース下がり、赤いと贅沢な感じで焼きます。標高1417メーターぐらいの地点です。8月の26日ぐらいですが、気温がだいたい13度ぐらい、半袖で寒い感じです。ガーミンの高度計ではついに1500メーターを突破しました。ガスが噴出しています。
27m。 北方のタイヤに来ました。10面で、大迫力です。いただきます。こんにちは、ゆむねこです。浄土平天文台のところ来ました。高度は 1520m ぐらいです。寒いぐらいのところです。浄土平のレストハウスです。災害対策用に緑安全株式会社のヘルメットと環境省のあと緊急時用のバイクがあります。ヤマハだ。電波あります。赤湯温泉の、居酒屋さんに来ました。柏にナスフリみたいなのと、あと惣菜です。あとサラダ来ました。おー、でっかいじゃないの、うなぎ。予想最高気温はグラディウスだ。いやー、宅飯とかで行きます。こんにちは、ゆむねこです。山形の、高畑ワイナリーに来ました。大好きな大好きなワインを散々買って帰ります。じゃあね。ごちそうさまでした。お母さん。